始まるよ。準備はいいかな？それでは106ページの基本問題についての解説を加えます。これは第2のところのですね、基本的な事項を確認するために用語をですね、穴埋めしていくというこういう形での出題となっております。早速見ていくことにしましょう。1番です。次の文章の括弧1から12の括弧に入る最も適切な用語を挿入しなさいということです。民法の原則によればと、自らが行った一生以上の効果はその本人に帰属するのが原則ですが、何々は代理人が行った一生以上が直接、本人に効果帰属するという特徴がありますですが、1番これ代理ですね。代理は代理人が行った一生以上が直接本人に効果帰属するという特徴があります。またで1番ですね、代理に類似したものとして代行がありますが、代行は代行者自らが一生じしているのではなく、単に本人の一生じを伝達しているに過ぎない意思伝達機関という特色を有し、何々は法人における代理人のことですが、何々が何々異なる点はというので、これもうやってると思いますが、代理以外にここ、この代表という言葉が出ますね。法人のって書いてますね。だから2番これ代表でございます。代表は法人における代理のことですが、代表が代理と異なる点は代表者の行為は法人の行為そのものであるというところにありますということです。で、代理に行った一生児が本人に対して効果を帰属するためには丸1、代理権の範囲でなされたことと丸2、代理意思を表示することの2つの要求を満たす必要がありますと。で、このうち丸1の要求を満たさない代理行為を丸1じゃないですか、代理権の範囲でなされた、これを無権代理ですね。だから3番無権代理です。で、丸2を満たさない場合には原則として代理人自らのためにした行為であると評価され、いずれにせよ本人に対して効果帰属しないことになりますと。で、3番がこれ無権代理ですね。無権代理行為のだから3番無権代理ですね。無権代理行為の効果は無効ですが、ここでいうところの無効は何々無効ではなく、未だ代理行為の効果は不確定であるという意味で、これはですね、4番が絶対無効で、5番が効果不帰属ですね、無効であるという特徴を有します。これも本解説した通りです。で、またこの無権代理行為の効果が確定するとする方法として取り消し、ごめんなさい、本人の側からは追認して効果帰属すれば有効な代理行為、だから6番有効ですか、代理行為であるということになりますし、追認拒絶されば、4番のこの絶対無効ということで効果が確定いたします。また相手方から無権代理行為の効果を確定する方法もあります。例えば相手方が本人に対して相当期間を定めて、これならば催告ですか、催告をした場合に相手方がそれにもかかわらず無確定であった場合には、これ8番追認拒絶ですね、追認拒絶と見なされることになりますと。で、特殊な無権代理行為として何々があります。で、何ですか、これは無権代理行為である場合に相手方が、代理人に代理権があったはずだという信頼を保護する制度として機能していますが、これを条文の順序通りに挙げればということで、これも109条以下ちゃんと見ていっていただければですね、なんか難しくなくて、109条だったら代理権授与の表示による表権代理と、それから110条が権限外の行為の表権代理、それから、3つ目は112条ですね、代理権消滅後の表権外代理ということで10、11、12というように入れていっていただければいいかなと思います。